プリズマックスは日本の男性ダンスボーカルユニット。旧名はプリズマックス。スターダストプロモーション制作一部所属。同事務所の男性アーティスト集団、エビダンの一員である。2002年に結成。初期は小中学生男子で構成されるユニットとしてメンバーの増員と脱退を繰り返しながら存続してきた。2013年3月27日に5人組として、 CD デビュー。2019年3月4日からは7人組となり、グループ名をプリズマックスからプリズマックスに改めた。2020年3月27日に解散した。2002年、シュガースパイスに所属していた、小学生以下の男子4人組ダンスユニット、ワンダーワウンとして結成。スターダストプロモーションの定期ライブイベント出演や、ハロー。 プロジェクトのツアーダンサーとして活動。後に、プリズマックスと改名している。メンバーの入れ替わりや増員、弟分、プリズマックスジュニアの結成や合流などを経て、10人組、平均年齢14歳のダンスユニットとなる。代々木公園でのストリートライブを中心に活動。2008年4月に、メンバーの数名が NHK、みんなの歌初のユニット、クリスタルズの CD に、 参加、11月には、クリスタルズフィーチャリングプリズマックスバージョンが CD 化される。一方で同年からメンバーの脱退が相次ぐ。脱退ではなく活動休止としていたメンバーが復帰したケースはほとんどない。2010年から、スターダストプロモーションの男性タレント集団エビダ団に参加。その中では、兄貴ユニットである。2012年に3人組にまで人数が減るが、 この年から所属事務所主催以外のライブに出演する機会も増え、本格的な指導は今年からと宣言。2013年5人組としてシングルミステリアス・アイズ・ゴーで CD デビュー。2014年ホースシングルのリボーンが週刊シングルランキングで7位を獲得し、初のトップ10入りを果たした。2018年6月、リーダー黒川ティムが脱退し、 4人組として活動を続ける。2019年3月4日、オーディションを経て、新メンバーのケビン、森秀俊小川四の3名が加入し、7人組となる。2019年12月29日、福本由紀が脱退し、6人組となる。2020年1月10日、3月27日のラストライブをもって解散することを発表した。 2002年、2003年、2004年、2005年、2006年、2008年、2009年、2010年、2010年2011年、2012年、2013年、2014年、2015年,年、2016年、2017年、2018年、2019年、2020年、出演イベント。ありがとうございます。